どうも白石秀音です。このチャンネルは44歳の音楽家、そしてシンガーソングライターの白石秀音と猫3匹との生活や音楽経験談を話してみたり、弾き語りをしてみたり、オリジナルを披露しているチャンネルになります。はい、もうすぐミッションエピソード3、ニューチャレンジス公開となります。現在8時59分、もうすでに3000人以上の方が同時視聴しております。めっちゃ髪伸びてるから、もう僕の担当の漁師さんがちょっと人気っぽくてですね、なかなかね、あれなんですよ、いや取れない、むしゃくしゃしております。いや本当はブンブンバークね、 BE:FIRST 新曲2月の13日にですね発売ということで、曲調が大好きなんで楽しみにしております。さあ本当に続々と BMSG の動きが見られる今日この頃でございますが、今日のミッション、どんな内容なんでしょうか。7、6、5、4、3、2、1。こんな綺麗なね衣装を着て踊ることなんてそんなないんで、これにもヘアメイク入ってメイク入ったらもう無敵ですね。海龍くんのメイク早く見たわ。どんな感じになるんだろうな。初ネイルの初メイクだもんね。それあれしたかと思ったんだけど。いや、じゃないんです。そうなんです。ストレスで。楽しみです。リハで実際ステージに立って本番やっと想像できるので、早くリハをしたいなって気持ちですね。あと、みんなのメイクしてる姿もそうだし、衣装着てる姿早く見たいなって思ってます。見たら多分もっとテンション上がってスイッチの切り替えのやりやすさが変わると思うので楽しみです。なんか日に日にちゃんとベストは出していっているので、まあ、今日そのベストをまた超えるベストを出せたかなと思ってます。カイリ君はかっこいいです。ですが、たまに険しい顔をします。どうですか？ムキムキだな。どう？自分で見てどう？いやー、もうちょっとね、見慣れてないんであれですけど、なんかみんな反応いいんで、いいみたいです。この顔でやる。マジでいい。マジでいい？しゃあ。いや、頑張ってきます。お願いします。お願いします。お願いします。三次審査。お願いします。めっちゃ三次審査や。やばい、三次審査だ。三次審査始まる。めちゃくちゃ三次審査や。あ、まあ、喋りすぎね。もうポツンっているなら、あそこに届ければいい。そうなんです、意外と。練習よりやりやすい。はい。本当、あの雰囲気は三次審査ぶりなので、緊張感と、でも本当に何よりみんなでやっとステージに立てるっていう喜びが強かったので、すごい今は楽しみです。最後に日高さんに見てもらったステージがちょうど今日みたいな雰囲気のステージなので、緊張から来てるのか分かんないですけど、もういいキリキリするし、お腹痛いし震えます。助けてください。でもめっちゃいい感じの気持ちではあります。出せそうです。グループとして自分の声を出して引き立たせることができるかっていうのが大事だから、自分がそれができてるかのこうテストでもあるし、今の自分の能力どれだけできるかっていうのテストでもあるから、いい
緊張感も持ちながら社長をびっくりさせたいなって思います。ほぼ毎日って言っていいほどずっと練習してきたんで、とりあえず自分たちの完璧にやるっていうよりかは、もちろんそれはそうなんですけど、自分たちのベストを出せるように楽しんで自信持って頑張ります。よろしくお願いします。久しぶり。久々じゃん。え、ね、頑張ろうぜ。BE:FIRST の現場からこっち来て、また BE:FIRST の現場戻って、その後渋谷ですね。ピンポンですよ。分身の術使うしかないんじゃない？そうなんですよ。その後のことがどっちかというと気になってしょうがないですけど。そんなこと、今後のプランってことというか、そうとか、そんなに時間がないということを、なんかどのくらい認識している、もしくは認識してくれるかが一抹の不安はありつつ、期待と不安 50-50 ですよ。余計緊張感を増したところで思い出しますよね。ただ本当に状況もろもろ違うんで、複雑なところですよ非常に。じゃあファーストの三次審査とはもう全然違うものとして。そうなんですよ。でもね、違う状況であるべきだし、まあランとかレイコがセミプロとして経験してることっていうのは、アリーナでのライブも含めた客前でのパフォーマンスなわけで、それがなんか一人で引っ張るって形じゃなくて、言ったら今半分がそれの人間なので、今まで何があって向こうに何を起こすために今日があるのかっていうのをしっかり認識してライブやるのって、プロになってからも結構でかいことじゃないですか。今日のライブが何のために行われるのか、誰に届けたいのかみたいな。来たね。あ、最高だから。それは自分を信じて、お互いを信じて、ぶっかましてやりましょう。お願いします。最高のステージにしようぜ。オッケー。じゃあ、行くぞ。おーい。なんか挨拶から、そしたら出てってください。はい。おー。おはようございます。おはようございます。では待ちに待った成果発表会パフォーマンスを見せてもらってもいいですか？はい、お願いします。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 ランです。今回はよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、レイコです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。生徒です。よろしくお願いします。お願いします。カイルです。よろしくお願いします。お願いします。それはただ僕のわがままからか、こんなに胸が苦しい、他の誰といても君の顔が良きるよ。 Somebody dear、コーラスね。今
が超えた愛の言葉今もずっとめくりめくのさあ嘘じゃない、いい声、あ夢じゃない、でも思いは募るだけ、ラトリコ取り捨てよラトラトリコ会いたい君に、ラトリコ取り捨てよラトまだ惹かれてる弱くていつも優しいそんな君だった思い違いか見えない心に秘密悩み続けたの僕のことを避けたの、さすが It's tragedy 強いふりは弱い僕を守るためのギリギリでしたもう戻れないもう何もないでも気持ちは一つだけ Come on! メラコリコトリセコラトマダドリコ見えない君をメラコリコトリセコラトまだ探してる You're on選べない取られたくもないその魅力的なフェイスだからば痛くてシェイク触れてた勝ち負けない声のレイスきっとロストタイムなんて出てないのもう書いてたって何も意味ないね何度だって伝える愛を抱いてずっと話さないでメラコリコ取り捨てコラストまたのリコ会いたい君にメラコリコ激しい曲だなまだ惹かれてるメラコリコトリセコラトマダトリコ見えない君をメラコリコトリセコラトまだ探してるリズムをこう映えて取れてない感じがするかなちょっとまだ帰りはねすごいね。おお、かっこいい。ストップ認めて、君だけ輝いていて、引き寄せられて。断然いいねこっちの方が縮めた距離ただ見つめ合うだけじゃ足りないよ甘い罠に誘い君だけ合ってるね見上げる道の果実 Baby I wanna be a fantasy この恋の魔法のせいにすればいいいいね。セイタ君も声いいんだけどちょっと上ずってるからトレーニングが必要なのかな。こうマイクをしっかり帰るよりもセイタ君をしっかりこうつけてこうムービングしないと。ありがとうございました。ありがとうございます。こちらこそありがとうございました。累戦に来てしまった感動しました。いいことでもあって悪いことでもあるんだけど、特にパフォーマンスになるとランとレイコ、特にレイコが引っ張っていっているのがすごく、パフォーマンス面はあるね。歌い出しでコラソンの歌い出しでもう結構勝ってた
ところがあります。楽曲をパフォーマンスする、表現するっていうことにおいて、あのこの曲が何をするものだぞっていうものとか、あの今日つかみに行くぞっていう意思がね、すごい強く感じたのはグループにとってものすごいプラスのことだし、それに全員の気持ちが乗っかっている感じがあったのはグループとしても、あの個人個人としても大事なことだと思うので、頼もしかったです。かっこいいです。ありがとうございます。ありがとうございます。もう今ランを見ていると純粋に高いパフォーマンスに不安がないので、よくなんかここまで心でやろうという持っているものを、練習して鍛錬して貯めたものを表現に使うっていう状態が完全にできているところが見れるのはすごくワクワクします。ありがとうございます。待っちゃう時あるもんね。歌い出すためにマイク前に来た時に声を待ってしまう感じっていうのはお客さんがみんな感じれることだと思うので、心いろんなところでつかめると思います。素晴らしかったです。ありがとうございます。ありがとうございます。ニコしてる。いや生徒も素晴らしかったね。やっぱり歌のところにどうしても意識が向いてしまう、ラップで声散ってしまうみたいなのは多少あったけれども、あのまず大前提として、パフォーマンスするぞという意識、あの楽曲が入った時に顔で歌ってるシーンもすごく多かったので、あの目が行く瞬間も多かったです。集中がたまに切れる時があったからなんか少しもったいないなと思う瞬間がね少し あったな。歌だったりコレオだったり の自信の振れ幅があるのかなと思うんだけれども、それが割とこっち側に伝ってしまうところがあったりしたので、歌ってる時にあのどういうシーンであっても表現するっていうことから集中が途切れない状態がずっと続いてると、素晴らしい時のあなたは本当に素晴らしいので、もうあとはただその状態のまま続ければいいだけかなという気がします。ありがとうございます。ありがとうございます。こちらこそ、まさしく、あのちょっとワクワクするシーンがね本当に多かったし、なんかああいうことやってもらいたいな、こういうことやってほしいなみたいな風に思う時もあるし、海流の声はまたすごく背骨になるね。ありがたいです。ありがとうございます。フックの頭でさ、あなたがこう歌ったりして、他の人に渡す時とかの受け渡しもすごい綺麗だったし、やっぱりファンタジーみたいな曲歌う思考がすごい強いんだなっていうのを感じるし、なんか自分のその趣味思考とかがさ声に乗るっていうのはアーティストとしてすごい素直なことだと思うし、あこれ好きだな、これ得意だなっていうのが前面に出るっていうのは、音楽と自分のマッチ度がそのままパフォーマンスに出るっていうのはアーティストとして素直な状態だし、デビュー前の段階であの振れ幅がいい方向でそこまで収まってるっていうのはすごい夢のあることだと思うのでワクワクします。踊りながら歌うっていうことに関しても全然違和感なかったけど、やってみて どうだった。でもこの期間が一番ダンス&ボーカルをするってなって一番準備期間も長かったので、うん、でも本当にまだまだですけど、うん、メンバーと来れたのでめちゃくちゃできるようになったかなと。結構ね、できてます。あの集団でさ大きな動きじゃないけどさ、感情揃えるところあるじゃない。来た時とかにあの全員が同じ感情を持ってる感じすごいするし、なんかダンスっていうかあれってほらもう表現でしかないじゃん。もうワンツーで語れないものだと思うから、ここの音こうやって取るぞ、こういう感情でやるぞっていうのが統一されてたり、それになんか全くあの遜色なくずっとダンスをやっているメンバーであったり、いろんなツアーに帯同していたレイコであったりと一緒にパフォーマンスしても普通にそこと全く同じ状態で感情を出せるってだけでもうプロへの土俵に乗ってる状態だと思うんで、すごいあの自信持って夢持ってほしいところだと思うし、やはりあの歌を歌うところと自分のパートが終わってダンスに切り替わるところで感情の切り替わりが見えちゃうのはちょっともったいないね、うん、もうあれだね、あの目線下禁止じゃない、うん、鏡なしでパフォーマンスするみたいな経験もそんなになかったのか。そうですね、今回は結構初めてぐらいです。そうだよね、はい、それが伝わってきてしまったっていうのはネガティブだけど、でもその状態でそれが伝わらない瞬間がすごい多かったって考えるとポジティブなこともすごい多いので、うん、あのプロの土俵に今もう乗ってると思ってこれからグイグイやってほしいなと思います。ありがとうございます。こちらこそです。みんなの話聞くの忘れてた。いやじゃあ改めてレイコからいやあの素晴らしかったね本当に。モチベーションをこう保つのにはやっぱみんなのことを一番に考えて練習してました。グループって子が何人もいるんですけど、そうだね、うん、浮かないとか、うん、こう
自分を出してグループがいいものになるようにしないとって考えてたら、一発目のあのところって大事だなって思ったんで。そうだね。もう楽屋でめちゃくちゃ練習してました。一発目あそこはねすごかった。あとそうだね、重ね重ね、今言った話と少し重なるかもしれないんだけど、あそこの歌い出しがパンチ力すごかったのって、もちろんそのレイコの歌声がスポンってきたのが一番なんだけど、あの全員同じ意識でやれてる感じがしたのがすごい良かったね。あのここはあのレイコが歌うところとかじゃなくて、そう個の集合だけどさ、4人で一つの生き物でもあるわけだから、グループの場合ってそれの頭の一発目でかまされたっていう感じだったから、あれはそうだね、みんなの手柄だし、これは本当まあね、でもゴール前でパスされてちゃんと決めれる決めれないっていうのはねやっぱあの技術と心構えのなせる技だと思うので素晴らしかったです。ありがとうございます。じゃあランちゃん、はい、うん、なんかひょっとしたらなんだけど、あの練習開始の前のスタジオでみんなでコラソン聞いた時から今日まででひょっとしたら一番なんか変化があったのはランなのかもしれないと、あの個人的には思いました。パフォーマンス自体が変わったっていう意識は自身の中にはあるのだろうか。オーディションが終わってから、まあ、なんかあんまりこう本当マイクを持って歌って踊ってっていうことがあんまなかった分、うん、なんかすごい久々な感覚でこの集まって踊るっていうのが、もうその気持ちが多分大爆発したっていう感じが一番強いんですけど、なんか自分の中では恥ずかしさがなくなった感じがします。みんながいるから大丈夫かっていう気持ちにさせてくれるみんながいたり、うん、なんかそこまでこうモチベーションを上げてくれたりとかしたので、うん、それがなんか一番の安心材料だったなっていう自分の中で、うん、そうだね、そうか、安心って言葉がすごいあのしっくりくる、あのしっくりくるな、なんか実際不安とか緊張は絶対あの今後何回もきっとあると思うんだけど、やっぱ音楽になった時にこう楽しめていてほしいなとかステージ上があの自分の居場所であってほしいなとは、あのマイクを持つ方々には思うんだけれども、今日のランはすごくそんな感じだったね。あの見ている方も安心するし、うん、ラン自身の心のブレが全然なかったのは美しさにつながってた気がする。なんか2つの意味で腹が据わった感じあるね。腹圧も決まってきたしまさかの、そしてもう一周したから生徒が最後になったって、どんな感じだっただろうか。その音楽を楽しむっていうのを結構意識して、うん、でもやっぱ自分的になんかその歌に関してだったりとか、うんうん、多少自分の中にあったその不安とかがこううまく出せなかったというか、そんな気持ち大丈夫。マイク持ってない方の手に出ちゃうかもマイク持ってない方の手にね、はい、意外とこうあのどうしても体の周りからもう片方の手が出てってくれない時あるけれど、はい、すごくこうあ今のところの箇所は良いなっていう時と、少し今不安があるなっていう時の差は結構そこら辺にあった気がするから、まああれだね、あの本気の歌と鼻歌が同じくらいのテンションになって、本気のダンスと軽いリズトレが同じくらいのテンションになって、ステージの上とリハーサル中がいい意味で同じくらいのテンションになって、はい、でした時に今気合を入れるステージだから気合を入れるぞっていうのがより多分あの自分自身にプレッシャーをかけてもかけても多分戦えるタイプの方だと思ったので、はい、それはすごいね、あのグループにとって頼もしいって思える瞬間きっといっぱいできると思うので。ありがとうございます。いや、いきなり今日何万人のフェスはさすがに緊張するよっていう時とかにあの輝く生徒っていうのはちょっとすごく想像できました。もちろんです。もちろん強いな、はい、強いなでもまあ得てして総じて本当に、はい、あの一番今日楽しみにしてたことっていうのはあのパフォーマンス云々もそうだけど、なんかパフォーマンスの先をこう見ているかとか、
まあ、見せてくれるかとかそういうことだったと思うんだけど、そこに関して間違いなくあの大きいステージがこうちゃんと見える状態ではあったので、すごく嬉しかったし頼もしいです。今は本当にいい状況だと思うから焦らず急いで頑張りましょう。はい、お願いします。今日はありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。生徒もいい顔してんね。イケメンだな。何はともあれ初パフォーマンス成し遂げられてよかったですし、それがこう見れたのは本当に嬉しいです。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。海流どうだった？いや、勝ち楽しい。でも、本番やね、やっぱ。なんかやっぱり感情表現一番やっぱ苦手やからさ。まずは、良かったなと思ったことは、生徒と海流の伸びしろがすごい見えたということが一番良かったですね。華々しさみたいなものが要所で感じられたので、これはなんか最終的に素晴らしい素敵なグループの一員になるのではという予感を生徒と海流からもらえたっていうのが一番の収穫かなと思います。海流と生徒は割とグループ適性の高い方々だなっていうのは思いました。あと玲子のポテンシャルの高さっていうのもすごい強かったので、それも嬉しかったですね。でランはランで純粋に成長しているので、まあでもやっぱりランの場合は多分グループのメンバーとして胸を張って活躍していくにはそういう問題じゃないところ、その腹のくくりっていうのかな、もうそれを一生やっていくっていう覚悟みたいなものが本心から生まれるタイミングが来ると一気に変わるんだろうなとは思います。まあ、もちろんそのパフォーマンスアーティストとして水準を超えていることやそもそもの期待値の高さを考えると全然あの今ダメっていうことは全然ないんですけど、それこそ BE:FIRST がいて2つ目のグループとして出る時にそのメンタリティだと早い段階で枯れちゃうというか、もしくは食われちゃうと思ったので、デビュー前にそのメンタリティが芽生えるといいなと思いながら見てたというのがありますね。悪いことの方としてはアマチュア感はあるなとはすごい思いました。それでデビューしてだんだんプロになっていくっていうのは日本の芸能でよくあるパターン、ちょっと未熟な部分も含めてみんなが応援していって成長の過程を見守る、それを自分は良しとは思ってないので、デビューする時にはもう孫うことなきトッププロとしてデビューしてほしい。まあ、なので今すぐっていうのは無理だなとも思いました、うん、微妙なとこですただグループをやるぞということ、そしてランがグループをやれる人になることがきっとこの先来て、その時にグループが完成しそうだなということは思いましたね。具体的なグループの形、例えばザ・ファーストで言ったらもう合宿の2週目入ったくらいかな、少なくとも疑似プロ審査見てる頃にはこういうものが BE:FIRST だっていう想像はもうついてたんだけど、グループ実像はまだマーゼルの場合はそうではなかったですね。今日は英語の歌詞に親しむための会を、はい、なるほど。はい、デッドミドラーさんの「ザ・ローズ」っていう曲で、まあ、1980年の曲、めちゃくちゃこの歌詞はすごく詩的で、して詩ポエムのね、なんか普通の文章の言葉ではなくてちょっととっても詩っぽい表現が使われているので、訳してみるっていうよりは上からちょっと一緒に読んで詩の意味を感じていきたいんですけど、 Some say love it is a riverいくつかの人々は言います。言います。愛。It is a river ってどういう意味でしょうか。これは川。それは川。だから直訳するといくつかの人々は愛のことをこう言います。それは川と。私が来ました。私なら私は言います。こう言います。I say love. It is a flower. それは花だと。そう。And you. そしてあなた、私はこう言います、愛は花だと、そしてあなた、それはたった一つの種、美しいですね。でここでちょっと今のところこのね、
パラグラフ戻っていくと、インすごい踏んでます。どこでしょう？リバー、レイザー、ハンガー、フラワー。お、正解です。よし、フラワーで踏んでます。今この英語の歌詞と下の訳を見ながらもう一回聞いてみましょうか。ほい。トーン記号って知ってますか？こういうやつ。あ、一番前のやつ。そう、あれトーン記号って言うんですけど。なるほど。ハニコヘッドって聞いたことある。世界だから英語やんないといけないんだ、うん。ドレミファソラシドのことを日本語ではハニホヘと色っていうの。あ、うん、ハニホヘと色派。ドレミドレミファレミ。よく波長調、異長調とか。うん。ホタン調って聞いたことある？勉強しました。波長調っていうのは何かというと、ハニホヘと色の波。ハはドでしょ。ドから始まるドレミファソラシドが波長調、うん、でもレはレから始まるレミファソラシドレだったとしたら二長調、もしくは単調って波単調、補単調とかだけど、お題を与えるのでそのお題について自分がどう思うかとか、はい、そういったものをいろいろと意見を書き出して、でみんなでああだねこうだねっていうふうに語り合うっていうようなものを考えています、はい、でお題はボーイズグループとして活動することとソロアーティストとして活動することの違い、生徒くんから聞く、ソロアーティストのメリットとしては、自分の目指したいアーティスト像にやっぱ自分でやってるからより近づけることができる。ボーイズグループはソロアーティストよりもそのパフォーマンスの迫力を出せる。一人一人の責任感がやっぱ一番大きいと思っていて、ソロは出したい色っていうのをグループに比べて出しやすい、まあ、それにつながるんですけど、まあ、ある程度決まった色がある。アーティストごとにソロは1曲を一人で歌うことが多い。コラボしてないけどね。ソロはコラボをいっぱいする傾向がある。この4人は絶対一緒にデビューしたいなって率直に思いました。人としても好きだし、尊敬できるとこたくさんあるんで、だしお互いにそれを多分できてるって信じてるから、この4人がは絶対一緒にやりたいなって思いました。めっちゃいいメンバー集まったなと思ったので、なんかどういうなんかボーカルがいて、なんかダンサーがいて、ラップしてる子がいてとか、結構なんかバランス的にもいいなと思ったので。レイコはやっぱ率先して自分の意見をちゃんと言えるなっていう感覚はあって、自分のこともちゃんと考えるし、みんなのこともちゃんと考えてるし、海流に関してはちゃんと自分の役割というか、歌の時に関してはみんなのことにも教えてくれるし、でもダンスの時に関してはちゃんとみんなの意見を聞いて自分がどう動くかっていうことをこう判断できるしっていう、なんかそこも素晴らしいなって思ったし、生徒は逆に多分みんなのことをしっかり考えれる人で、なんかそうですね、なんか全体的にみんなちゃんと全体を見て判断してくれるというか、なりたいグループ像、もうすでにいる既存のグループであんな感じになりたいとか、あんな音楽出したいとかはあったとしても、僕らは僕ら人間も違うから、まあこうなりたいというのはまだちゃんとはないんですけど、まあそれに関しては見つけ入れていけたらいいかなと今は思ってます。おいおい時間かけて。もう固定概念を潰したい、いろいろ。例えばだけどグループ同士でなんかやるとか、とかもそうだし、日本のこの固定概念を潰していきたい、どんどん、うん、そうね、いい意味で。 BMC は結構そういうのを掲げてるし、キッタシの会社やと、うん、そういった点でグループ像は俺たちで作っていったんじゃない、そうね、やっていかないと決まんないし、分かんないから、そうね、これからだよね。まあ不安というか、まあ、すごい自分はいいことやと思ってるんですけど、やっぱりまだデビューが決まったわけじゃないし、もちろんすごい、まあ、いい焦りというか、もっと 焦って頑張らないとなっていういい焦りがすごいあって。いい焦りっていうのは何に対する焦り？
なんかどんな壁が来ても自信を持って乗り越えれる力自分に欲しいなって思ってて、例えばこれからどんな、例えば新メンバーとかもそうだし、新しい子たちが来たとしても自分が自信持ってここに入れるように姿勢を切りたいなっていうか、っていう焦りですかね。そうですね、まだ自信持ってよしかかってこいっていう自信はないから、もうそこだけかもしれないです本当に。ありますね不安。やっぱりなんか、あ、来たばっかりの時は今よりは時間ありますし、できるっていうのことを証明できたらもうそのままデビューというよりかは、それ課題曲しかり、いろんなことを経てのデビュー、その先にデビューがあるので、なんかまだ今に比べたら何歩か先の目標だったので、まだ遠いからこそ、いや絶対デビューしたんねんっていう、できるしっていうぐらいの気持ちだったんですけど、やっぱりそれがだん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 あの頃に比べてどんどんデビューつかめればですけど日にちが近づいてるわけなので、デビューできるよなっていう不安もまあ確かにありますけど、うん、なんかそのためにしっかり準備できてるのかなとか、ちゃんと成長できてるのかなとか、うん、なんか今に比べたら1ヶ月前とか本当にめちゃくちゃなんか幸せやったな、今もめちゃくちゃ幸せですけど、今に比べたら何の不安もないというか、うん、責任感ね、出てきたね。その時に比べてやっぱり今は日に日にそういうなんか不安はやっぱりみんなも持ってると思うんですけど、メンバーと話したりもするんですけど、やっぱり、うん、希望だけに満ち溢れてるわけではやっぱり、うん、絶対その方がいいですし、やっぱりみんな焦りも多分出てきてちょっと出てると思うので、うん、そういう、うん、不安はやっぱりありますね。あるというか出てきた、だんだんあっていいの。不安といえば不安なんですけど、ダンスとか歌においてこうグループのメンバーとしての自分のこうのなんか踊りだったり歌だったりっていうのがやっぱこうなんかまだ自分が見えてない部分っていうのがあって、こう例えばその今言ったダンスの部分だったら、こうどう見せたら自分をダンスが劣らず自分を見せれるかとか、でもそれに伴って歌もこうそれにつられてやっぱこう落ちちゃったらあれだし、なんかそこのこういい塩梅っていうのをまだ自分でこう見つけれてなくて、なんかもちろんダンスやってて疲れたらそれが歌に出ちゃうっていうこともあるだろうし、なんかそのこうダンスと歌をどれだけ合致させて自分、その自分っていう一つのものに見せれるかなっていうので、まあ、まだ今は探し中だなっていう不安はあります。まあ、正直言ってそのまだ決まってるわけでもないし、なんかその状況で なんか、うん、本当どういうこう状態で出るんだろうっていうこともあって、まあ、その不安もあるし、なんかでもそれのために時間がないというか、なんかこうだからといって立ち止まってるわけもいかないので、やっぱこの期間に自分を成長しなきゃっていう自分もあるので、さっきの不安とセットでやっぱ自分がどう世の中に出ていくんだろう、どういう形でこうデビューを迎えるんだろうとか、うん、そう、なんかそういう不安は確かにあります。お話があるんですが、はい、レンちゃんの件なんだけど、うんうん、ちょっと心配しんどすぎる事実がちょっとあるんですけど、
すっきりした顔してんな。はい、エピソード3見させていただきました。うん、ね、やっぱりね、ザストの組み立て方と違ってですね、もうメンバーが発表されてて時系列逆で、見ているので、少しね、僕ちょっとザストの時と違ってですね、ちょっともうこの子たちはデビューするって知ってるからちょっと厳しめの口調でちょっと喋っちゃってるんですけど、まあ例えばもうすでにできてる体で、今はできてるでショーの体で話してるので、例えば海流がね、ダパンプの方の曲はちょっとノリが倍で取れてない、なんて言うんだろうな、後ノリで歌っちゃってるので、でもファンタジーに関しては適応してる、そのリズムがね得意分野だと思うけども、プロになると多分苦手な曲も歌わないといけない、バラードでも倍で取んないとヌメとしちゃうわけですよ。まあ、そこら辺も今度は検証したいと思うんですけど、なぜそれがやはりまだコラソンの方ではちょっと見え隠れしたんだけども、やっぱり圧倒的なやっぱり声の良さ、うん、背骨と言っていたように本当に彼が歌うとぐっとこうね重心が下がるというか、グループのね歌が引き締まると思いましたね。そしてやっぱりねダンスをしながら歌うっていうのはとても難しいので、生徒くんもそうだけど、こうカイリくんもこうマイクのこう定位置でのムービング、そしてこう体幹を使っている踊りの時の歌の難しさ、うん、やっぱりこううっとこう力が入るのでこうね吸っときにこう歌がブレたりね、すると思いますね。でもそれは音を調整してるんで逆に、顕著に出ちゃう、ピッチ以外のとこでは意外とそういうのがテンション感がピッチリ出ちゃう場合もありますので、それがまあ音が調整されてるからしっかりくっきり見えてしまっているっていう部分もあります。で、生徒に関しても本当に、スカイハイさんが言う通りにやっぱこうグッとこういいとことちょっと上ずったり、例えば語尾がちょっと雑になったり、リズムがちょっとね前のめりになったり後のめりになったりしているところとかも経験だと思いますね。経験をどん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 積んでいけばそれはもう解消されること、今見えたから言っていますが、もうプロになるって分かっていますから、もう今クリアしてると思ってるので、それを楽しみにしながらそういう風に言っている感じですね。だから本当ですけどスカイハイさんと一緒でいい部分がすごく見えたので、逆にこう悪目立ちしたとこは削っていけばいいし、いい部分をグンと伸ばす、だから平均をグッと上がっていく、いいところは伸ばす、悪いところは補っていくっていうね、そしたらグーッと上がっていくので、でやっぱり、練習の時から本気テンションでやんないとライブでも、ね、スイッチが入りにくかったりするので、それは大事だなと思います。そこの中で振り幅がもう振り切れちゃった状態を作っとくことで、後に、ベースと情熱の間をね、を見つけることができます。振り幅をもうずっとね練習の時からこれぐらいだとやっぱり振り切った時の自分を知らないと、やっぱりダメですね。振り切るテンション感って大事ですから、一回振り切っとかないと調整が効きませんね。これをこれにすることができないんで、これをこれにしていく、これからはこれならないよくわからないけど、まあそんな感じです。で、やっぱりランレイコは安定している。でレイちゃんのやっぱりスカイハイさんの言うようなポテンシャルをすごく感じますね。うん、でラン君は、僕としてはやっぱりね一つ思ったことは、今ね自分の刀磨きで必死ですよね。でグループでやっていくって覚悟が必要だっていうスカイハイさんも言われてましたが、僕はね本当にね、メンバーに甘えてほしいな、そして自分にも甘えてほしいなっていうのが大きいですね。人に甘えるっていうのはすごく難しくて、甘えれる人って実は強いんですよね。だから僕は今本当にね彼はストイックで、こうなるタイプなので、もちろん周りも見えてるんだけど、多分ね周りに優しいの、周りにすごい優しい。だから自分の弱さを見せれるように、自分が甘えれるようにね、レイちゃん以外にもねみんなに甘えれるようにね、なったら俺はなんかいいんじゃないかなって、こうチームの中で逆に必要な存在になってくるんじゃないかなって、こうランがみんなに弱さを見せたらみんなも嬉しいしね。俺はこの画面でしか見てないから、まあ、やってるのかもしれないけど、俺は雑草から見ててある意味強すぎるかなと、もっと弱さを見せて甘く甘えちゃってもいいんじゃないかなって、ランについては思っています。はい、さあ気になる感じで終わってますが、なんか次大きな動きというか、何かレイコがなんでねバーズに入らないかっていう大きな動きがあるんじゃないかなと思います。というわけで今日はミッションエピソード3を見ていきました。ありがとうございました。またチャンネル登録高評価の方
よろしくお願いします。また会いましょう。白石秀音でした。ブン。